にちは、九州ヤムチャンネルのヒデです。今回は、私が持っていますテント、アライテントというメーカーのですね、エアライズ1というテントを使って、テントの設営方法を説明したいと思います。そしてですね、テント生活で、大事な、テント内でのですね生活方法についても、注意点など、参考になればと、思いますので、ご視聴いただければと思います。それではですね、これから、テントの設営に、かかってまいりたいと思います。まず最初にですね、グランドシートを、テントがね汚れないように、グランドシートを、敷きます。そして次に、テント、本体をね、開きたいと思います。今回する使用するテント、アライのエアライズ1なんですが、これはねダブルウォールという、2つね壁があるタイプ、内張りの本体と、フライということでね、ダブルウォールということになっています。まずですね、グランドシートを、広げたらですね、風で飛んでいかないように、固定しておきます。ペグでね、刺しておきますね。そして、本体ですね。本体を引きます。そして次はですね、ポールですね。次にポールなんですが、このエアライズ1の場合はですね、ポールをね入れるところが、ちょうど、筒のね袋状になっています。この、袋状のところにね、中にポールを突っ込んでいくということになります。このエアライズ1なんですが、ポールをね差し込むと、
末端のところはですね、袋状になってちゃんと止まるシステムになってますんで、一人でもね、容易にテントを張ることができます。そして、ポールをね、立てていきますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、よいしょ。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 はい、こんな感じでね、内張りは簡単に、設営することができました。次はですね、外張りのフライを設置していきたいと思います。ダクトの位置を合わせます。そして次にですね、テントを固定するために、張り綱をね、張っていきたいと思います。このエアライズ1の場合はですね、中に、こういう張り綱あるものをこのフライの、この穴のところからね、外に出します。そして今度はですね、今度フライをですね、この針綱で固定していくために、またペグを打っていきます。この針綱なんですが、針綱を張るときにはですね、この自在というのがありまして、で、まあ後からね、長さを調整できますので、ある程度のね、目安で、ペグを打っていくということになります。で、この針綱なんですが、このフレームですね、フレームがちょうどクロスしてます、十字にですね、そのですね、フレームの対角線上に、貼っていくというのがね、大事なポイントかと思います。これが前に行ったり、あんまり外に行くとですね、せっかくのこうテントのですね、強度を保つための、バランスが取れないということになりますので、このフレームの延長線上に、ラインを持ってくるというのがポイントです。ペグを打つときにも、まっすぐ打つんではなくて、斜め45度、ね、地面に食い込ましていくということですね。
フライのですね、サイドも止めていきます。これでですね、外張りまで張ることができました。これペグ打つときにですね、斜め45度にペグを打つと言いましたけど、これもですね、その設置する場所によってですね、ペグ打つんですが、なかなかねペグがね、奥まで入っていかないところもありますので、そういったところはですね、石を使ったりとかですね、ちょっとまあその土壌に合わせてですね、まあ、臨機応変に、ペグであったり石であったりと、いろんなものをね使って固定されていいかと思います。そしてこのペグですね、立てる際は、頭がねあんまり泥からバッと出ないようにしないとですね、テントの周辺をね移動するときに、どうしても足にね引っ掛けて、怪我をしてしまうということもありますので、まあ、注意が必要ですね。はい、でこれで、自在というやつでね調整して、張りを持たせます。でこれフライを張るときにもですね、本体のね、内装の、テントに、サイドあたりがねペタッとこうひっつかないように、中のね、内装の、テントにペタッとひっつかないように、することが大事ですね。これがですねペタッとひっついてしまうとですね、間にこう結露した部分がですね濡れて、テントのね内張りも濡れてしまうということになりますので、まあ、間にね空間を空けると。そしてですね、このエアライズ1の、フライのねサイドのところなんですけど、私はねちょっと工夫してまして、まあ、ノーマルで貼るとですね貼り綱が短すぎてですね、なかなかねうまい具合、本体からねフライを外すことができませんので、私はねもう一本、ゴムをね、付け足して、ちょっと長めにね、自分でね工夫してやるとしっかり、壁がね浮いてくるといったような感じになっています。でこれ実際ですね、フロント、針綱張ってますけど、まあ、これはここにもね、ペグ刺すやつありますので、まあ、ペグで刺してもいいし、この紐で、張ってもいいし、その時のね、まあ、使い方によって、変えられるといいと思いますね。でいろいろね出入りするときにはここに、留めのね紐がありますので、まあ、片面は、開けておくといったような感じですね。はい、テント設営終了いたしました。テントの周りは、こういった感じですね。
このエアライズ1のいいところはですね、ここの、バックルでね、フライ、また本体をね止めるようになってるんで、結構ね設営がしやすいですね。そしてサイドの、サイドウォールの間は、ここは本体との間に隙間を空けるというのがポイントですね。私は長さがちょっと足らないんでですね、自分なりにもう一本、ゴムをね足して、長さをね、伸ばしているような感じしてます。あとは中はこういった感じです。まあ、これはね一人用なんで、まあ、若干ね狭さはありますけど、まあ、軽量化を、兼ねてということではね、まあ、居住性は若干、犠牲にするしかない感じですね。はい、ではですね、この、テントの中のですね、セッティングについて、この後はお話をしたいと思います。今回はですね、これは3シーズン用のフライ、使ってますので、この後ですね、冬用の外張りの方もね貼ってみたいと思います。とりあえず、3シーズン向けということですね。テント設営はこちらまでということになります。で、今度は実際にですね、テントの中ですね、テントの中をどういうふうにセッティングしていくかということについて、お話しさせていただきたいと思います。